中年オタッキーです。相変わらず時間がなくてのた打ち回っておりますが、YouTube のね、Google 様からもっと動画を出せと、まあ、お叱りを受けてるんですけど、時間がねえんだからしょうがねえだろみたいな感じの流れになってるんですけどね、ワクチンを打って以降ね、ちょっと疲れやすくなってしまったのがずっと続いてまして、で、お昼寝をしないとね、ちょっとしんどくて走れないんですよね、最近ね。で、30分1時間を失っているのが結構影響してまして、まあ苦しんでおるわけなんですけど、これいつまで続くんだろうな、この後遺症、本当にね。まあなんか3回目のワクチンっていう話がね、ちらほら出てますが、オタキはもうさすがに打てないですね。多分死にます、オタキの場合。まあアレルギー体質ということがね、ちょっと、マイナスになっているようです。まあそんな話はもうどうでもいいんですけど、今日はね、このカメラでね、写真を撮ってきました。はい、これね、いつもっていうか、最近よく出てきます。ニコン F4。非常にね、使いやすかないのかな、重たくてね、使いやすかないんでしょうけど、まあ、撮ってて楽しいんでね、とりあえずこのカメラで、まあ、試写することが多くなってるんですけども、使ったフィルムはね、アリスタエデュウルトラ100です。先日はアリスタエデュウルトラ400で試写してきたんですけど、今回は100でね、撮ってきました。さあ、どんな写真になったのか、ここから紹介してまいります。それでは動画スタート。はい、今回撮影に使用したね、フィルム、これ、アリスタエデュウルトラ100なんですけどね、このカンカンに入って100フィートで送られてきますよ。買ってよいしょ。まあ、こんな感じなんですけどね、送られてくるんですが、まあ、100フィートということで、30メートルぐらいなんですけども、36枚撮りを1本作った場合、だいたいね、1.5 メーターぐらいの長さになるんで、20本ぐらいね、100フィートで撮れるんですね。で、今回は B&H フォトで仕入れたんですけども、アリスタエデュウルトラ400と、ウルトラ100と両方ね、1本ずつ仕入れたんですね。送料が20ドルぐらいかかったかな。で、本体っていうかね、フィルム100フィートで51ドルちょいだったんですけど、現在はちょっと値上がりしてまして、63ドル99セントまで値上がりしておりますね。アメリカの B&H フォトっていうね、サイトで購入したんですけども、まあ、個人でね、輸入できるということで、結構気軽に使える、まあ、2週間ぐらいかかってしまいますけど、送られてくるのにね、2週間ぐらいかかってしまいますが、そんな感じで送られてきます。で、国内ではどうかっていうと、ちょっとね、100フィート末期の価格はちょっとよくわからんですが、ヨドバシ .com でね、36枚撮りの製品版が1本825円。送料無料で買えるみたいです。結構安上がりのフィルムになってきますね。で、前回ね、そのアリスタエデュウルトラ400で、試写した時はね、どうもね、快調が全然出ないですよ。あと感度、実行感度がやや低い、という感じで、上がってきました。コントラストはね、全体的に高めになるのは、まあ、海外のフィルムありありなんですが、うん、まあ、この100の場合はどうかなと。あと、中身が果たしてね、結構ね、チェコ共和国で製造されてると、中身がね。で、チェコ共和国で製造されてて、100、200、400というラインアップがあって、これ中身は全部ホマじゃねえのと。ホマ100、ホマ200、ホマ400と。まあそんな感じなんですけども、ただオタッキーはね、ホマの100現在持ち合わせがなかったんで、取り比べっていうのはできなかったんですよね。で、取り上がった感じで、まあどうかなっていう評価を、まあ今回しようと思います。で、今回使用したカメラがこのニコン F4 ですね。まあ前回はね、ちょっとミノルタの XGE でね、400試したんですけど、で、たまたまそこにあったから使用したみたいな感じだったんですけど、今回はね、ニコン F4 が空いてましたんで、まあフラッグシップカメラということでね、精度がちゃんと期待できるものであるということで、このカメラで撮影してきました。完全にね、マニュアル、露出、山間露出でね、体感露出で撮ってきたんですが、まあシャッター速度とかのね、
動画しっかり、まあ、出ているであろうっていうね、考え方で、フラッグシップカメラで撮ってきました。まあ、最近はね、そのニコン F4 とか EOS 1とかでね、試写することが多くなってるのは、この辺なんですね。まあ、電子制御シャッターで比較的新しめ、ということで、シャッター速度はね、まあ、確保されてると、正確さが確保されてるという意味でね、以前からね、そのニコン F2 とか F とか、キャノン F1 とかでも試写してきたんですが、シャッター速度を、ちゃんと測定してからやったって結構めんどくさかったんで、まあ電子制御なんでね、比較的シャッター速度は確保できているだろうという感じで今回撮ってきました。で、100のフィルムなんで、基本的に晴天日中はほとんどが、250分の1、絞り F8 で撮っております。で、そんな感じでね、どんな、取り味になったのか、ここから作例を、評価したの。相変わらずの自家現像で、富士スーパープロドール、50% 希釈、気温が、21度で、現像時間が6分30秒だったかな。そんな感じでね、やってきました。ここからは作例の紹介になっております。はい、ここから作例ですが、前回そのね、アリスタエディウルトラ400で試写してきて、100で撮影して、まあこんな感じかなっていう話してて、結構の人がね、これ中身一緒なんじゃねえのっていうね、話をしてましたが、明らかに違いますね。もう流浄感が全然違います。やっぱちょっとね、吸入剤であるという話なんですけども、微粒子でありますね。400に比べると、明らかに微粒子だと思いますが、結構やっぱコントラストは高めでね、シャドウはやや潰れがちだと思います。前回ね、そのアリスタエディウルトラ400の時よりは、まあ、マシといえばマシなんですけど、この写真とか見たらよくわかりますが、結構べったり感がありますよね。これ、まあ、おそらくホバが製造していて同じ会社だと思うんで、まあ、潰れ方がね、ちょっとよく似てるなっていうね、印象ではあります。まあ、200もね、似たような感じですけど、200は T 粒子でね、これに比べるとまだいい感じですけど、コントラストが高めなのは同じですね。で、100より200の方がもしかしたら微粒子かもしれないですね。これ結構ね、100にしては粒状感まあまあ出てると思います。まあ、コントラストが結構高めなんで、好きな人はこれ結構好きなんじゃないかなと思いますね。この写真はちょっとアンダーだったかなって感じですかね。はい、今回ね、ちょっと作例を紹介しましたが、まあ、これはいいんじゃないかなっていう感じです。これモニターにもよるんでね、はっきりわかんないですけど、これ今 iPhone でね、見てるんですが、違うモニターだともうちょっと会場が出たりも見えたりします。で、実際に紙焼きのプリントとかした場合はまた変わった感じになってくるんで、まあこのね、作例はあくまで参考程度にということになりますね。で、問題はね、そのどこで購入とかになりますね。もう田舎とかだとまず売ってないんで、徳島でもね、こんな風にも絶対売ってないんで、製品版はね。だから地方で、お住まいの方はね、まあまあ大量に購入するんだったら B&H フォトからこの長巻き100フィート、で購入してフィルムローダーでね、巻くのが一番安上がりだと思います。まあ、63ドル、ということで、送料が20ドルかかっても83ドル。まあ、だいたい1万円、ですね。1万円で20本取れますから、1本500円というね、ローコストでフィルムを入手することができますし、自家現像だともう現像代は100円もかからないんで、まあ、1本あたり600円、36メートル1本600円で、楽しめるということになりますね。で、このアリスタエディウなんですけども、まあホーマーが作ってる可能性が高いと。ね、まあホーマーはチェコなんで、チェコ共和国、まあ言うたら東欧ですよね、東側の、国の、まあフィルムなんですが、まあそのチェコのね、産業とかを考えたらね、アリスタがなくなっていくことはほぼないと考えてます。まあそのなくなるにしてもね、すぐはなくならないと思うんですね。で、常用フィルムとしてね、使うというのはね、ずっと売り続けてくれるというね、ことが大事になってくると思うんで、まあ、仮にアリスタがなくなったとしても、これ多分中身はホマだと思う。取り味からして、ホマだと思うので、ずっと作り続けてくれるという意味ではね、このフィルムをね、常用するっていうのは全然ありだと思います。先日ちょっとお話ししましたけど、やっ
っぱ慣れたフィルムっていうのは結構ね、作品を作るのに大事なんですね。こういうイメージで作りたいけども、このフィルムの取り味、その絵の出方がわからないっていうね、のでは狙った写真っていうのはね、作りにくいと思うので、慣れたフィルムでね、作り続け、作品を作り続けるという意味では、このアリスターとホマね、非常にいいと思います。値段はね、実はね、アリスタの方が若干安かったんですね、最初ね。今どうだろうな、今ちょっと調べてないんですけど、値上がり前はね、ホマよりアリスタの方が安いというちょっと不思議な現象があったんですけど、今どうだったろうな。で、まあ、安いフィルム、しかもね、そこそこに使える、という意味ではかなりいいと思います。だって1本500円だったら、もうアクロス2の半額ですからね。アクロス2が今900円から950円ぐらいしてるんで、もう大方半額ぐらいになってくるんで、まあ、自家現像したりでいろいろ遊ぶっていうね、パターンだと、このフィルムはいいんだと思います。あとね、増刊したらどうなるのかっていうのもちょっと試してみたいですね。アリスタエディウルトラ400がね、もう一つのフィルムなんで、まあ現状ではね、現状でもう一つのフィルムに感じるんで、これ100を400に増刊したらどうなのかなとか、そんなことも考えたりもしますが、200を400に増刊とかいう、判断もありますね。200で、100に減刊して使ったり、400に増刊して使ったりという考えもまあない、あることはあるかなっていう気がしますんで、まあね、200結構在庫、持ってます。ドリームロコモーティブ様に結構いただいてる200の在庫もいろいろ持ってるんで、そいつらもちょっと試しながらやっていこうと思いますね。はい、今日はね、モノクロフィルムアリスタエリウルトラ100の試写をやってまいりました。まあね、買っていいんだと思いますが、200の玄関現像っていうのをね、ちょっとやってみて、どうかなって今ちょっと一瞬思ったんでね、その結果待ちをしていただければと思います。はい、今日の動画はだいたいこんな感じになってまいります。いかがだったでしょうか。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、トシさんからね、紹介していきます。中年おたきさん、お疲れ様です。一枚の投稿です、よろしくお願いします。タイトルは紅葉を照らす。木々に囲まれて暗い中、紅葉の一部分だけに光が当たってる場所を探して撮りました。雲が多く、すぐに光の当たり方が変わる中で撮影でした。カメラペンタックス SP、 レンズスーパータクマ 55mmF1.8、 フィルムが富士カラースペリア400です。このカメラ現像して初めて気づいたんですが、半分黒いコマが何枚もありました。シャッター幕が開ききらない時がありました。外観がすごく綺麗だったけど残念というか、ということなんですが、もしかしたら、シャッター幕が動いてないか、サージングしてるか、シャッターブレーキね、どちらかかもしれませんね。まあ、いずれにしても残念ではありますが、メンテナンスは結構お金かかるしな。というわけで作品なんですけどもね、これね、紅葉を照らすということなんですけど、もう一段、もう半段ぐらいアンダーで撮りたかった。色がね、結構ね、飛んじゃってます。富士の100なんでね、色はちょっと淡白に出がちなんで、ちょっとね、抑えめにした方が良かったんですが、まあ、シャドウ部分が今度は潰れてしまうから、難しいところではありますね。結構難しい光線状態、だったと思いますね。としとさん、ありがとうございます。次はね、トゥーランさんから組写真ですね。おたけさん、こんばんは。毎日寒いですね。オミクロン株が激増し、フィルムも高いので少しおとなしくしています。今回は2年前まで単身赴任していた熊本での写真を投稿したいと思います。城下町の熊本市内でのモノクロスナップです。フィルムはローライスーパーパン200。組写真でいきたいと思います。タイトルはモノクロ城下町。1枚目は最寄り駅の市電を逆光入れて少し斜め構図。2枚目は近所の川を切り取り。3枚目が日本最古の写真館といわれる旧、富重写真所、旧スタジオということですね。お互いコロナに気をつけたいです。ご自愛くださいということでね。写真なんですけどもね、ローライのフィルムということでね、まあ、非常にハイコントラストですが、やっぱり写りこれすごいいいですね。暗所もね、結構快調が出ていいフィルムということが伺えます。2枚目もそうですがね、暗い部分もべったりとまでは潰れておらず、ハイコントラストながらいい味わいの写真になっておりますね。3枚目はね、富重写真所
来てくれて書いてあるんですけど、これ僕は知らなかったんですが、熊本にね、最古の写真所、旧スタジオがあったということなんですね。熊本で長いこと行ってないな、もう、30年以上行ってないですね、熊本。まあ、そのトラックでね、仕事あることはあるんですけど、なぜか僕は全然当たらなくって、うちの会社は熊本行きの仕事もたまーにあるんですけどね、当たってないです。荒尾まで、一応熊本県か。一応荒尾まではね、6年か7年前ぐらい前に一回行ったんですが、熊本市内ね、市電も走ってて結構趣深い場所なんですよね。まあコロナが晴れたらね、スナップ写真を撮りに行くのもありなんで、じゃないでしょうか。まあ市電といえばね、京都とか、広島とかもそうですけど、まあ高知とかもそうか、そんな感じですね。トゥーランさん、ありがとうございます。次がね、のりかずさんの作品ですね。お疲れ様です。久しぶりに 135mm スナップになります。フィルムはこの前と同じ、イルフォード SFX200 でフィルターなしで通常のフィルムと同じ設定で撮ってきました。1枚目、窓際。2枚目、チラリということですね。カメラ、フジッカ ST701。レンズ、SMC タクマ 135mmF3.5。ちなみに絞りは F8 です。ということですね。135mm たまに使うと面白いです。まあ、癖にはなりませんが、ということなんですけどね。作品なんですけどね。まあ、1枚目。窓の外をね、窓の内側からね、撮っておりますが、これね、光の境界線でね、その窓から切り取った景色というところで非常に印象深い写真になっておりますね。2枚目はね、松ぼっくりをね、写してるし、多分ね、これ、被写界視のというか、最短撮影距離ギリギリ。なんだと思いますが、被写界深度が非常に厚くなってますけどね、解像度もしっかり出ておりますね。結構流畅感は出るフィルムになるみたいですね。はい、のりかじさん、ありがとうございます。次はチムニーさんの投稿ですね。お疲れ様です。こんばんは、チムニーです。作品投稿のコーナーへお願いします。久しぶりに二眼レフを持ち出して撮影してきました。真四角フォーマットの構図は難しいと撮るたびに感じております。カメラ、ローライフレックスオートマット。レンズはテッサー 7.5cmF3.5。フィルムは富士の 160NS。タイトル1枚目が木、人ですね。2枚目が新入りの猫ちゃん。フィルムのラインナップ減少や値上げかな、なかなかきついですが、残る写真をバシバシ撮っていきましょうっていうことでね、作品なんですけど、これ1枚目ね、見事に仁王立ちした自分の影。これ非常に面白いですね。これタイトル画面にさせていただこうと思います。で、猫ちゃんの写真なんですが、これ2枚とも言えることなんですが、結構柔らかい階調になってるんですね。ピントがね、ちょい前ピンなのかなとも思いますね、猫ちゃんの方はね。はい、チムニーさん、ありがとうございます。次までね。一都市九さん、次、一都市九さんの作品ですね。2枚。1枚目のタイトルは、反射。2枚目はね、パーキングということで、カメラ、ニコン F80D AFS、ニッコール28から300G、ケントメアパン100で撮られておりますね。で、反射と作品なんですけど、僕もこの手の写真はよく撮ります。光がね、手すりに光が当たって反射してる様を、撮っておりますが、結構いい感じ。流畅感もそこそこで、まあ、ケントメアにしてはやや入って、コントラスト気味に仕上がっておりますね。2枚目のね、駐車場パーキングなんですけどもね、これピーってど真ん中にありましたから、もう一ひねり欲しかったかなという感じですね。04年1月7日ということで、これ令和4年という日付になっておりますが、まあ確かニコンはね、2022年は大丈夫じゃないかな。 F80D ダメだったのかな、多分いけるんじゃないかなと思うけどな。 F90X では2022年表示されたような気がします。はい、一都市九さん、ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで、ここからはね、俺のカメラのコーナー行こうと思います。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラは野良旅人さんの俺のカメラですね。中年オタッキーさん、こんばんは。俺のカメラに投稿します。今回は2枚。1月6日、埼玉県にも初雪が降ったので、翌日早朝に
お取り染めとして撮影に行ってきました。機材はペンタックス645 N2 とニコン F、 そしてミラーレスの ZFC です。ベルビア100で撮影した作品が現像が出来上がったら改めて作品コーナーに投稿しますねってことで、よろしくお願いしますってことですね。1枚目、ペンタックス645 N2 三脚は雲台とハスキー、近所のダム湖より。2枚目はニコン F、レンズは 50mmF2、 撮影が終わって車のトランクに放り込みましたということですね。でね、これね、1枚目のね、このペンタックス、これはもうね、タイトル画面確定ですね。非常に美しくなっております。このね、やや斜め前からの構図、ちょっとあまり見ない構図ですよね。で、2枚目の方でなんですけど、ニコン F、非常に状態が良くてね、この革のケースもちょっと変わってます。これ純正じゃないな、綺麗に作ってありますね、これね。羨ましい感じであります。野良旅人さん、ありがとうございます。ここからはね、やったーやっちまったコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナーなんですが、今日のね、やったやっちまったコーナー、実はね、投稿されたものではないんですね。報告が入ってきたんですが、これ非常に興味深い内容だったので、ちょっとね、取り上げさせていただきます。すいません、津山ののりさんの報告です。こんばんは、ダッキーさん。津山のりです。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。さて、今回は試してみて好結果が得られたので報告です。12月27日、鳥取の北村カメラで前から欲しかったミノルタ α9XI を1000円で入手しましたが、ご多分に漏れず、グリップの加水分解があり、白濁が目立ったため、1枚目ね、写真1。で、しかし、なんとかひび割れなどはない状態だったので、家に帰り、重曹で汚れを拭き取り、アーマーオールを、不織布に染み込ませて湿布してみました。乾いたらアーマーオールを追加しを繰り返して約4日経ったものが写真3枚目のものです。まだ湿布を続けてますが、ツヤも戻り、今のところ白濁は目立たなくなってきます、なってます。いつかは加水分解によりひび割れてグリップもバラバラになるかもですが、アーマーオールはほぼツヤ出し剤なので少しは効果が出てるのではないでしょうか。少しでも現状長く保ってやれたらと思いますってことですけどね。アーマーオールってね、久しぶりに聞いたんですけどね。これ1枚目がね、最初の状態ですね。まあ確かにちょっと白くなっているのがわかると思います。で、2枚目はそのアーマーオールを染み込ませた不織布をね、抑え込んであるところで、3枚目がその後になりますが、まあ見てた通りかなり綺麗になったように見えますね。これね、まあミノルタのオートフォーカス時代のね、グリップ、ラバーグリップはね、ひび割れる、発火する、まあいろいろあるんですけども、9XY、9シリーズのゴムはね、比較的他のモデルに比べたらね、質がいいようです。それでも加水分解で発火するということでね、まあいろいろ、アーマーオール結構ね、効果があるように見えますね。ただ僕ちょっと思ったんですけど、もしかしてね、以前バイクチャンネルで紹介したタイヤワックスがいいんじゃないかなっても思えてきました。黒くなるしね。そんなわけでね、ちょっとチャンスがあればタイヤワックスも試してみようと思います。今日の動画はね、こんな感じです。いかがだったでしょうか。で、次回の動画ちょっと悩んでます。ロモグラフィー100、久しぶりのカラーフィルムの試写か、それとも TMAX100 とアリスタエリューの比較か、まあ、その辺をちょっとやっていこうと思います。まあ、どちらになるかわかりません。そんなわけで今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。ショート動画がね、ちょっと軽くバズって再生回数伸びておりますがね、他がちょっとね、落ち込んでおります。まあね、その、機材をね、最近購入できてないんで、オークションで全然勝てないんでね、開封動画がやれてないんで、再生回数も減ってると思うんですが、まだぼちぼちね、動画を作っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。でね、なんていうんですか、僕の動画、完全に落っこちるってことがないんですよね。まあ、なんでかって最近考えたら、多分ね、僕しかフィルムをやってないですね。まともにずっとフィルムやってるのは僕だけなんで、そのフィルムガチ勢が僕のとこに見に来て、いただいてると思います。まあ、この流れでずっと続けていこうと思います。っていうか、もうデジタルで撮るのあんまり好きじゃないというか、面白くなく感じていますので、ずっとフィルムで撮り続けようと思っていますのでね、フィルムがある限りは。まあ、そのフィルムのね、探求をいろいろやっていこうと
思うので、チャンネル登録まだの方はね、こんな感じでやっていますのでね、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。チャンネル登録もうちょっとで5000名なんですけど、あと130名ぐらいで5000名に到達するんですが、5000名に到達したらキャノン A1 プレゼントの企画をやりますので、今のうちね、チャンネル登録お願いします。で、高評価はもうポチッと押すだけなんで、ポチッと押してください。で、コメントの方はね、1週間に1回まとめて返していくような形に現在になっております。先週ちょっと忙しかったんでね、コメント返しできないと、今週はどうやらね、仕事が休みがないみたいなんで、どうやら、コメント返しちょっとね、遅れていく可能性もありますがね、もう遠慮せずにね、コメントガンガン入れていただいて、結構ですよ。そのね、見落とさない限りはね、必ず、コメント返していこうと思ってます。はい、今日の動画はこんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。